Web3.0 Move2 とかそういうのです。もう直近だとステップンじゃないですか。もうその、やるべきかやらないべきかの二択で答えるんだったら、僕はもう。こんにちは。こんにちは。矢島の部屋へようこそ。ようこそ。はい、お願いします。よろしくお願いします。矢島さんとはお久しぶりですね。はい、なんだかんだで、1ヶ月半ですよね。くらいですかね。ですよね。そう。今回は珍しく、in 大阪ということで。はい。はい、大阪まで。はい。はるばる来ていただいてありがとうございます。ちょっと今日はね、珍しいんですが、僕の家で撮らせていただいてますが、はい、はい、そんなちょっと珍しいのも ありで、マダローズフォームで、はい、やっていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、お願いします。本日はちょっと漠然としたテーマなんですが、矢島さんが今ちょっといろいろもうなんかその海外の個展とか、うん、もうかなりこう幅広くされてると思うんですけど、はい、その中で、矢島さんの今の一番最新トピックスみたいな、なんかちょっとこう気になってる分野とか、はいはいはい、アートに限らずでいいんですけど、あーなるほど、なんか限らず最新、まあこういうのちょっと気になって、はい、ちょっとインプットしてますとか、うん、手出してますみたいなんてあったりしますか？インプットとか気になるで言うと Web3.0、 今ちょっと噂の、はい、よく言われている、はい、Web2 とかそういうのです。めっちゃ簡単に言うと Web3 でどんな感じなんですか？Web3 ってどんな感じなんですか？なんて説明するのが分かりやすいんですか？もう Google とかああいう主体がいない状態ってことを、ですよね、うん。なんかまだ多分こうサービスが出てきてないんで。そうですよね。まだ仮想通貨みたいななんか認識の人が。ああ、そうです。なんですかね、もうちょっとしたらね、多分出てくると思うんですが。はい。でもその辺は割とインプットされてる。そうですね。ちょこちょこ。まあ、体験していこうかなみたいな感じなんですね。うん、なんでああいう NFT を絡めたアプリ、ゲームとか。はいはいはい。ちょこちょこやったりとか。それこそそういう YouTube を見たりとか、Twitter 見たりとか。浅くですけどね。特になんか今その中でも具体的にこれやってますとか気になってますとかあるんですか？もう直近だとステップンじゃないですか。はい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 。あれに荒れてる。ステップンね。はい、あれに荒れてます。ステップンとかでもこう、あれですね、どこまで皆さんご存知なの、はい、いや、でも多分やっぱ知らない人が多いんじゃないかなと思いますよね。そうですよね。でもこのね、NFT とか、はい、系のゲームとかサービスで言うと割と今話題ですよね。そうですね、はい、ちょっと前に一気に話題になってユーザーも一気にやって、うん、今大暴落中なんですかね。今大暴落中どうなるんだろうと思ってびっくりしましたもん。なるほどなるほど。ステップン自体は簡単に言うとどういう趣旨のゲームなんですか？ステップンはシンプルに実際に歩いた距離に応じて実際の仮想通貨のコインをもらえるんですよ。でそれで歩いて稼ごうねというか、歩いた距離に応じてコインがもらえる、はい、そうです。そのコインは最終換金ができる。換金できます。なので最終その仮想通貨は日本円になって、そうです、ってことは歩いたら稼げるみたいな。そうです。ゲーム上とリアルがなんか紐づいてる、うん、ポケモン GO よりちょっと稼げるに、あ、そうですね、行った方な感じっていうか、ただその稼ぐために歩くのにゲームの中でそのゲーム内の靴を買う必要があるんですよ。はいはい。でそれが最初初期投資というかある程度必要で。で、マックス9足まで持てるのかな。で、靴の中にもランクがいろいろあるんですけど。はい、はい。で、靴の数が多ければ多いほど、1日の歩ける上限があるんですけど、そこが増えて、うんうん、で、さらに靴のランクが高ければ高いほど、歩いた時にもらえる報酬の割合が上がってくる。なるほど、なるほど。じゃあ、いっぱいお金を投資して、靴を持って、持てば持つほど還元率が高くなる。うん、そうです。まあ、大きく投資すれば大きく返ってくる可能性が高い。可能性が高い。そうですね。結局でも最初の投資がガツってかかるんで、はい、はい。一番安く始めても高く始めても、最初の回収までかかるサイクルというか、うん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 。リスクは同じぐらいだと思うんですよね。なるほど。でそこに仮想通貨の変動が入ってくるんで。そうですよね。安くて最初の初期投資どれぐらいなんですか？本当に最初始まった時は1足10万から15万、うんうん、日本円にすると。それが1足の靴の値段。そうです。だからマックス9足買えばまあ120、2、30万とか。で、それをまあ歩いてまあ回収するっていう感じですね。はい、うん、多い時であれ1日いくら稼ぐ、なんか人によりきりっていうか距離によりきりだと思うんですけど、かなり稼がれてましたね。そのいろんなところで話題になってたという。稼いでましたね。大体3足でやる人が多いんですけど、はい、でそれで伸びてるときは仮想通貨の通貨が1通貨1000円ぐらいまでマックス上がってたんですけど、へえ。なんで1日歩いて2、3万くらいは。2、3万、うん、はあ。その時の換算額で、はいはい。じゃあまあ100万円投資しても、まあ、30から40日とかである程度返ってくる、まあ、相場が変わらなければ、大体3、40日で回収するみたいなモデルでしたね。へえ。そう、まあ、そう思うとすごいですね。すごいですよね。はあ。なるほど。まあそういうところにもじゃあちょっといろいろアンテナを張って。そうですね。結構だ複雑ですよね。そのゲーム内での通貨としてもらえるやつと、だ割合多くもらった方がもちろんいいですけど、はい、やっぱ仮想通貨としての変動があるんで、まあ為替のレートみたいな感じで、うん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 、
で、それが一時1000円だったのが、今多分30何円。マジでえげつないですよね。1枚の通貨が1000円で、1日2、3万稼げたものが30円になっちゃったから、うん、7、800円とかっていう話ですね。そうです。怖いっちゃ怖いですかね。確かに確かに確かに。なるほど。まあ、でもまた上がるかもしれないし。そうそうそう。可能性としてはまた300円、500円みたいに復活すれば、別に今シンプルに30円で始めておけば。まあ、そうですよね。逆に買いというか。こういうのって体験として一回やってみるのは結構大切ですよね。うんうん、じゃあ割と今 NFT とかっていうところは、はい、まあ興味持ちながらされてる感じなんですかね。まあアートに限らずというか。そう。で、やっぱアートに関しても NFT アートめちゃめちゃ注目されてるじゃないですか。うん、今若干それで仮想通貨全体が下火なんで、NFT も以前に比べたらちょっと落ち着いてきたのかなとは思うんですけど、あそこでやっぱり理解しとかなきゃいけないのが、基本的にはそのイーサリアムで NFT アートを取引されるんで、はいはい、単純にイーサのさっき言ったステップ内の通貨じゃないですけど、もともとイーサリアム50万だったのが1イーサ。うん、その今はなんか、今多分30万切ってますよね。そうですね。うん、切ってます。とか、やっぱそこの変動があるんで、それに対してじゃあ価格はいくらが適正なのかみたいな。はい、はい。逆にその安い、イーサの価値が低い時に持っている作品を売って、円に換算した時の価値は一緒ですけど、はいはい、イーサとしてはめちゃめちゃ多いじゃないですか。うんうんうん、で、それでイーサを貯めておいて、で、イーサがまた貯まったら別の作品なんか、もう円に換えるか。確かに確かに確かに。なんかそういう、ちょっといろんな戦略というか考えるべき要素があるな。なるほど。だからイーサが安いうちに NFT とかを、まあ、売ってイーサリアムを持っとくってことですよね。うんうん、多くイーサリアムを持っとくってことですね。うんうんまあ確かに、そういう戦略もありますよね。うん、今、イーサリアム15万8000円だと。そんなしてるんですか？はい。やば、マジっすか？最近全然見てなかったっすね。まあ大暴落中なんで、ビットコインも300万切っちゃったんで。そうですよね。はい。この動画、どこまで皆さん理解で、アート関係。確かに。実際でもどうですか？これ NFT アートっていう文脈で、はい、まあ今おっしゃったイーサリアムもあると思うんですけど、うん、こう NFT アートをこう今やるべきかやらんべきかというか、うん、はいはいはい。これにちょっと前の動画でもなんかお話あったと思うんですけど、今改めてどう考えられてます NFT アート。そうですね。もうそのやるべきかやらないべきかの二択で答えるんだったら、僕はもう圧倒的にやらないべきでいいかなと思います。やらないで。うん、やらないでいいと思いますね。ほう。それはなぜですか？やっぱ今売れてる人たちもそうなんですけども、その NFT アートが売れてる人たちもそうなんですけど、やっぱり急に NFT アート出してめっちゃ売れましたみたいなのでほぼないんですよね、うんうん。でもやっぱり動いてる額がすごいじゃないですか。はい。でそこに夢を見て、夢を見てって表現はあるかもしれないですけど、ワンチャンあるんじゃないかって言って出してる人が今ほとんどだと思うんですよね。ただ実際やっぱりそこでどれだけの人がじゃあ実際出してくれてるのってところだと思うんですけど、それこそそう今パッと思いついたのがポケモンカードとかの絵描いてる斎藤さん、斎、はい、藤直樹さん、はい、ちょっと名前違うかもしれない、はい、YouTube とかも100万人以上多分いるイラストレーターさんだと思うんですけど、その方が NFT このように出しましたみたいので600万で売れましたみたいな、うん、ツイッターかなんか上げられてたんですけど、やっぱりそこからも言えることは、まあ、ある程度もうすでに認知があるとかファンがいる方が NFT としても作品を売るっていうのはいいかなと思うんですけど、うん、なんでまずやるべきことはやっぱりアーティストであればとにかくいい作品を作るに限るというか、それに尽きるかなっていうのは、はいはいはい、思いますね。なるほど、まあ、だからいきなりこうそこになんか今急にお金とか宝石があるかのような、うんうん、飛びついてる感じは、うん、まあちょっと本末転倒というか、うん、順番が逆なんかなっていう感じなんですかね、うん、と思うんですよね。むしろワンチャンそれでなんかものすごい額になったっていうパターンもあるんですけど、あと怖いのが業界の話で、この間結構売れっ子の作家さんとも話してて、あそうなんですねみたいな話をしてたのがあったんですけど、やっぱり逆に今長い目で活躍してる作家さんって賞を取ったことがないとかっていう人が意外と多いとか、業界の歴史を振り返ってあるみたいで、はあ、っていうと一個怖いところとして、何々賞を取りましたっていうものすごい実績がつくと、その作品と新しい作品が比較されちゃう、うんうん、要はなんか一発屋みたいになっちゃう、うんうんうん、でそこでなんか周りからの評価として、あの時は良かったよねみたいな言われちゃう人たちも、まあ、現実問題いるので、なんか変にそこで自分の本来の評価以上のものが、まあ、その人たちがそうであるっていう話じゃないですけど、仮に NFT が出してなんか一気にガッていったからっていうと、
その先を考えたらそれは果たして良かったのかなみたいなのは、うんうん、一個考えないといけない軸としてはあるのかなと。ってことはまあ本質的にはまず、うん、まあ、今一番大切なことは、うんうん、まあほんまに目の前の人を喜ばせるというか、うん、そのための創作活動をした方がいいよねと、うん、でまあどっかのタイミングとかね、はい、そういう時って気が熟したら、はいはい、ね、デジタルアートの方に移行したりとかね、うん、多分あると思うんで無理やり行く必要はないということなんですかね、うん、そうですね、うん、そう、なんかちょっとなんか違和感を覚えるのが NFT アートっていう言われてるじゃないですか、はい、日本の、はい、NFT って技法の一つでしかないじゃないですか。そうですね、表現方法の一つでしかないから、うんうんうん、なんかそれのアートっていう何々のアートの NFT バージョンですみたいなのが正しい表現の仕方だから、そういうことですね。まあ確かに確かに確かに。ただなんかそこの NFT がなんか色物になってるというか、あ、まあ、捉え難いものであるからこそそうなってるのはあると思うんですけど。そうですね。別にそれは段ボールに書きましたとか、そのレベルの違い。はい、はい、はい、はい。そうですよね。NFT というものの媒体というか、技術を使って書いてます。うん、うん。デジタルアートを NFT 化させただけですもんね。そうです、そうです、そうです。なんかちょっとやっぱこう言葉が一人歩きしてる感、うん。それにみんなが先導されて乗っかってると、うん、まあちょっとあんまり1年、2年経っても何も起こらなかったみたいな。うん、じゃあその1、2年目の前のことを頑張ってた方が良かったんじゃないのみたいな。っていうところあるかもしれないですね。だから NFT だから売れるとはっていうのはだからそういう面でもあんまりないのかなっていうのは思いますよ、うんうんうん、そこに対して先行者でもデジタルと頑張ってきてる人たちには逆に言うとかなわないと思うので、うんうんうん、すごい中途半端になりますよね、うん、そうですね、うん、なるほど。じゃあまあ矢島さん的にはこういろんな情報はキャッチアップしつつ、うん、今やるべきかやらないべきかも、うん、まあ取捨選択しながらタイミング自体は伺ってるみたいな、うん、ってことですね。でもそれ素晴らしいですね。いや、あのやるやらないに関わらずまず調べてやってみて体験して、うん、NFT の概要を知って、うん、その上でやるかやらないか決められてるわけですもんね、うん、それが一番大切な気がします。そう、あとはそう NFT のやっぱり一番の魅力ってセカンダリーだと思うんですよ。はい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 、そうですね。セカンダリーって最初誰かに売って売った人がまた別の人に売った時に、本来であれば作家さんって最初に売った時点でしか自分に収益入んないんですけど、うん、まあ、要は転売が発生した時の何パーかがその作家本人に入ってくるっていうところの仕組みを組めるっていうところだと思うんで、やっぱそこはやっぱ長い目で見てこのアートの業界で多分大きく影響をもたらすことになってくるんだろうなとは思うんですよね。確かに。だからそこの動きは絶対追っていく必要あると思うし、やっぱそこは発信していきたいなと思いますよね、うんうんうん、でもある時すごい人たちがこの転売するためのね、うん、こうユーザーに対するインセンティブをすごい画期的な方法で発明するというか、はいはい、みんながつい転売したくなる、うん、なんかが組み込まれてるとかっていうのが絶対あると思いますよね。出てきますよね、うん、あ、その手があったかみたいな、そういうのは今後めっちゃ楽しみですよね、うん、あとはその実際自分が書いてる作品がどうしたらセカンダリーに出品されるのかとか、うん、なんかそういう転売が生まれるための作品とはっていうところもやっぱりすごい理解しとかないといけないですよね。確かに。今すぐ手をつけるわけではないけれども、情報はまあ追いかけていくっていう感じで、うん、はい。まあ今後もまたちょっとその辺の NFT がまたこんなんできたよとか、はい、新しくこんな人が生まれたよとか、うんうん、あったらちょっとぜひまた教えていただきたいなと思いますので、はい、はい。ちょっとこの新しい情報も、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい。はい。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またお願いします。